はまあ、どういうことかというとえっ、ー、とね今回の逮捕が所沢警察署ですっで、えー、と窃盗および商,法商標法違反とその他余罪が出てくるであろうと踏んでいるということで、えー、いただきました。はい らまあ、当然、今、窃盗で体を持っていかれてるんですから消すけど、ここからゆうちょ銀行を抑えて、えー、おりますので、えー、そこからですね、あのー、皆さん、乾杯 <laughs> 乾杯ですよ、本当に。ここから、えーと商標えーと、商標で再退、えー、それから、まああのー、やっていくということで、えー、と狭山警察署のほうも、えーと、そこはお約束いただいておりますので。はい あの大丈夫かと思います、えー、と窃盗で逮捕そして再逮捕が、えー、商標を違反という形になるかと思いますし、えー、プレスリリースも出ると思います、はい、そしてね、えー、今日なんでこういうふうに配信したかというと便乗してるアホがいるんだよしかもそいつは便乗してるアホがいるんですけどそいつはねクボなんか絶対逮捕されるわけねえよって言ってたバカがいるんですよ豆粒みたいなやつマジでで、ねね、便乗してるんですよね なんかツイッターでなんか逮捕の手錠のあれ出して皆さんお疲れ様ですとか言っちゃってるアホがいるんですよ。それよりも要は僕が言いたいのがねあいつ絶対逮捕されないぞって絶対逮捕されないぞって言ってたマメーがマメーがツイッターで逮捕に便乗してんのが非常に腹立たしいうん非常に腹立たしい腹立たしいねこれねヒロコさん説得してさよしんも含めてね一,一生懸命説得してねそれ,のそれで。 えー、今逮捕になってるわけですよ。僕も会ってるわけですよ。うん、それをね、もう冗談じゃないよと。うん。ところざまりって説得してるわけですよ。頼みますよ。うん。豆山この野郎なあ。豆山お前。豆ーってま豆してろよお前。本当にまあまあでももう結局相当な落ち目なんでもういいんですけど、もう徹底的に潰してやろうかなと思ってます。はい。豆山上のはもう徹底的に潰してやろうと思ってますんで。はい。 あの帰ったら皆さんね「あのー、まあ見ててくださいよ」じゃないですよ僕は「まあ見ててくださいよ」みたいな甘いことはしないです、うん、甘いことはしないですあの有言実行なんでねはい豆山どうすんだよお前なご,ごめん便乗すんなよお前は絶対になあタイソンパクられたらしいなとかお前それであれすんなよ便乗すんなよ思考逮捕ですよ逮捕です